よし、これさえ処分してしまえば、あとは娘を適当に放り出して政界方面のコネでなんとか。女優どもが雇った便利屋、一体どうやってここに。これは不法侵入だぞ。待て待ってくれ、ミラならいくらでも出す。私だって被害者なんだ。マフィアに脅されて仕方なく。そのまま大ごとにせず娘を連れて帰れば1000万までなら出してやれるぞ。遊撃士？バカな。バカな。そんなことをしたらどうなるか。連中は裏切り者に容赦をしない。お前たちだって分かっているだろう。本当に何も知らないんだ。あくまで場所を提供していただけだ。ここで連中が製造していた動力 C 社も指示だけ残してあとはなしのつぶてで、警察が取り締まりを始めた時点でとっくに町から去った可能性もある。そもそもどうして連中が最初から彼女たちに興味を示していたのかすら、あの脅迫状だって、それからなんとか遠ざけてやりたかっただけで。せいぜい遊んでいたまえ。私はここで舞台から降りることにする。映画祭も皇太子が何とかするだろう。あとは勝手にするといい。続いて、こっちだ。そらそら、力が湧いてきた。ブーストが有効だぜ。ここが攻め時かと。行くよ。フィーバータイムだ。バトンタッチだ。引き受けました。ブーストが有効だぜ。ザイファ駆動。シャードブーストのチャンスよ。ゴーゴー。コバルトカーテン展開。マン様、クーブーストは
しまいにしようぜ。せい！ダンダライスレイダー！ブーストゲージリミット解放！やっ！好きにはさせません。ここだよ。ターゲット捕捉。逃がしません。バーサクルーブースト展開よ。こいつは効くぜ。お見合いだ。終わりだ。この木は逃しません。スキル発動。やっやっ、おまけです。容赦はしない。ここは任せた。お任せください。ドライブを開始します。悪いな。うわっ、まずいな。ザイファ駆動。ここが攻め時か。ザイファ駆動。そうだよ。参ります。ご容赦を。コバルトカーテン展開。やっ、行きます。全力で行きましょう。ドライブを開始します。この木は逃しません。スキル発動。やっやっ、スキアリ。フェリ様、ユースビフアルアハブアンファスナ。バーサこいつは効くぜ。お見舞いよ。スキアリ。私が相手です。ドライブを開始します。させるかよ。ここです。この木は逃しません。スキル発動。スキアリ。フェリ様、ここが攻め時かと。お願いします。タケキ御剣よ、切り刻め。バーサスキル発動よ。スキアリ、チャンスです。あとはお願いします。任された。お願いします。ミラージュレイド。任せた。スキル発動よ。いただき、バン様。お見合いよ。スキアリ。望むところです。ここが攻め時。ザイファ駆動。やっやっ、おまけです。それ助かりました。チャンスだ。慎重に参りましょう。おーじゃあ行くぜ。お見舞いよ。今です。この木は逃しません。ドライブ開始よ。フィーさん、行くよ。後期です。炎よ、私に力を。
やーとどめです。イグニスランページ。ブーストゲージ上限突破だ。やっか借りは返すぜ。力が湧いてきた。ザイファ駆動。はっ、参ります。ご容赦を。ガンガン行くぞ。続いてください。行くよ。し、まずいな。ちょっとピンチかも。ドライブ開始よ。出力最大だ。託します。お任せください。チャンスです。決まってくよ。行きます。ブースト大丈夫ですか。皆さん、大いなる光の栄冠よ、我らに息吹を与えたまえ。あまりこの機は逃しません。あとはお任せします。真打ち登場だ。今です。そうだよ。力が湧いてきた。やっはっ、もらった。行こっか。これで決める。アクセル、アクセル、アインス、スバイ、ドライ、羽ばたけ、アズールクリオ。続いてバン。上限突破だ。ドライブ開始よ。そうだよ。チャンスだ。スキル発動よ。いただき、決めろ、アーロン。目にも見せろ。ここはお任せます。大いなる光の栄冠よ、我らに息吹を与えたまえ。ありがとうございます。バトンタッチだ。私にお任せを。ゴーゴー。ご容赦を。コバルトカーテン展開、お願いします。おまけだ。続いてバン。これで決めます。はあ、やー、終わりです。レディエース、シーカー。ブースターゲージ上限解放よ。こいつは効くぜ、こいつは効くぜ。行くぜ、こいつは効くぜ。続いてバフ。終わりだ。シールド展開。力が湧いてきた。ここが攻め時かと。はっせい。おまけだ。任せた。ブーストレベル最大です。
ここが攻め時かと。はあ、チャンスだ。覚悟を決めな。セイ、バンダライスレイダー。それアニエス様、レベルアップだね。これだけ時間を稼げればマフィアなんかもうたくさんだ。このまま外国にでも高飛びして。せっかく仲良くしてたのにそんな寂しいこと言っちゃうんだ。あなたは釣れないな、ギャスパー・ディロン社長ね。えそう思わない？まあ今までよくやってくれた方だろう。ご苦労だった。祭りはせいぜい盛り上げてやる。ただし前座は務めてもらうぞ。お前自身の恐怖でな。ここはパレード。シャヒーナは またお前たちか。聞いてくれよアニエスちゃん、せっかくのオフだったのに警部と来たら。お前は黙っていろ。シャヒーナ、ごめんなさい、心配かけて。お礼のせいじゃないよ。
もうそんな風に一人で背負わせたりしないんだからね。聞いたわ。私の代わりに頑張ってくれているって。大きくなったわね、シャヒーナ。さらに、同じにはさせないさ。そのままの意味だ。明日は予定通り決行する。映画祭の式典ももちろんフォクシーパレードもね。私からもどうかお願い。お姉は明日までにきっと回復する。ううん、もしできなかったとしても私が代わりを務める。お姉を思って、お姉に届くために仕上げた私の踊りを見てもらうためにも。シャヒーナ、姉妹揃って助けていただいた身、この上は図々しいかもしれませんが、私からもお願いします。バンさん、アニエスさんたちも。ったく、明日は適当に観光でもして帰りたかったが、追加報酬もたんまり出るってんなら、これも乗りかかった船ってやつかもな。もともと映画祭が無事開催できるよう
頑張ってましたし。はい、やることは同じです。しゃあね、せいぜい付き合ってやるか。よし、そうと決まれば明日はギャスパーの弔い代わりに派手に行くとしよう。いっそ出場者全員サーラちゃんたちと同じ踊り子衣装で統一するのもありかもしれんな。ああ、それもいいかもしれませんね。ちょっとニーナ、あんたたまにとんでもないことを。で、あれは間に合いそうか。なんとかしてみます。万が一に備える意味でも。ギルドに泊まるなんてちょっとワクワクします。もう遊びに行くんじゃないのよ。とにかく今日はゆっくり休んで。ベッドは一応ふかふかだから。よかったね、お姉。あ、そうだ、着替え取ってこないと。着きそうか。大丈夫、すぐそこですから。お姉と先に入っててください。あ、ちょっとシャヒーナ。本当によかった。お姉が戻ってきてくれて、お兄さんたちと会えたのもアルーシャ様のお導きだったのかな。あのお兄さんだったら本当にお姉の彼氏になっても。いやあ、いい夜だ、お嬢さん。え？皆さん、私は映画が大好きです。20年前にカルバードで花開いた、今後も各地へ広まるであろう総合芸術、魅惑的な銀幕の世界が、胸躍るドラマが、皆の心を掴んで離さず進化を遂げてきました。この砂漠のただ中にある町にこれだけの人を集めてしまうほどに。その意味で2ヶ月前のメッセルダム映画祭の開催中止は残念でした。ですが、色合いは違うにしても映画を愛する全ての人々の思いは同じ。それを確かに示すことが、こたびの映画祭の役目でもありましょう。シェリド・アスバールの名において、第1回サルバッド映画祭の開催を宣言します。正午にはレオンドール賞の授賞式とフォクシーパレードもあるので、ご期待あれ。堅苦しい挨拶はこれで終わりだ。誰も彼も心躍らせ楽しもうじゃないか。